はいどうも、パラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は九州ダービー両雄激突九州最強決定戦諦めの悪い男たちということで、九州ダービー、サガン鳥栖 VS アビスパ福岡のマッチプレビューですね、やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで、まあここからですけどもね、まだまだシーズン終盤に向けて、J リーグ進んでいく中で、ここに来て8月夏場最後の、大勝負ということでございます。 J リーグ中の、注目を浴びるであろうこのダービーゲームでございますけれども、まあ本当九州最強決定戦と僕は、目打っているんですけれどもね、さあこの試合の、マッチプレビューの方やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますということでございまして、こちらメインチャンネルでございますね。メインチャンネルの方ではこう九州勢とか浦和を中心に、J リーグの話をしているんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたしますと、サガン鳥栖 VS アビスパ福岡ということでございまして、今回、サガン鳥栖勝ち点36で7位というのがサガン鳥栖の成績でございますね。で対するアビスパ福岡でございますけど、今シーズン勝ち点27で13位というのが現状のアビスパ福岡でございますね。まあちょっとアビスパ福岡はなかなか得点の方が伸びてきません、ね、ちょっと1試合平均が 0.7 点なんで、この辺ちょっとやっぱ悪くなってますね。まあ以前は 0.8 とか、まあ、1点切るかどうかの、ね、数字だったんですけれども、ちょっと最近やっぱりまた点が取れていないということで、1試合平均のまあ得点数が減ってきているというこのアビスパ福岡の現状でございますね。そしてまああとアビスパ福岡ですけどもね、ちょっとやっぱ残留争いに片足突っ込んでいる、まあ、状況なんで、このまあダービーをきっかけにですけれどもね、こう勝ち上がっていきたい、そんな状況じゃ、ないかと思いますけれども、しかしまあサガン鳥栖もですけれどもね、ホームで負けられない、そんなダービーになっていくと思うんで、本当熱いですね。サガン鳥栖はやっぱりホームでこのアビスパ福岡に負けるわけにはいかない。そしてアビスパ福岡はダービーであると同時にやっぱりこう残留に向けて絶対この試合勝って、これをきっかけにですけれどもね、再浮上してきた、そんな思惑がある、そんなゲームになるんじゃないかと思ってますけどもね。はい、そしてこれが両チーム直近5試合の成績でございますけれども、サガン鳥栖の方が、2勝3分けというのが鳥栖でございますね。ちょっとまあ F マイナス戦、そして清水戦と、ね、なかなかこれ難しいゲーム展開になってしまったんですけれども、その後はまあ守備のとこ安定しております。まあ、前回札幌戦は、失点しているんですけれども、しかしまあ、岩田戦、名古屋戦完封して、札幌戦も1失点に抑えているんでね、守備のとこは直近3試合で見るとまあだいぶ安定してきている。まあ、センターバックのとこもですけれどもね、結構ジエゴ選手とファン速攻選手が組んだりとか、このセンターバックの組み合わせも結構いろいろ試しているサガン鳥栖になってきますし、まあ、この試合ね、アビスパ福岡相手に4バックで行くのか3バックで行くのかっていうところも注目ですし、で対戦相手のアビスパ福岡もですけれどもね、まあ、前回ね対戦相手が3バックの時はこう、ミラーゲームを仕掛ける形で3バックやっていたんですけれども、フロンターレ戦でもまあ3バックをやってきた、まあ、鹿島戦の後半もそうだったんですけれどもね、鹿島戦の後半、まあ、鹿島も4バックのチームですけれどもね、まあ、4バックの相手にも3バックをぶつけ始めてきたんで、この試合どうなるか、本当フォーメーションとかシステムの、噛み合わせ、これは相当面白いですね。もう試合前から多分両監督読み合いでしょうね。まあ両チームともね3バックやったりとか、4バックやったりとか最近見せているんで、まあそこをちょっと注目ですよね。試合の入りと、まあ、メンバーのところになってきますが、ちなみにサガン鳥栖の方はですけどもね、ボランチ小泉選手が出場停止、そしてアビスパ福岡グロリ選手ですね、センターバックグロリ選手が、まあ、出場停止ということもあるんで、この辺特にアビスパ福岡はねセンターバックのグロリが、出場停止なんで、ね、後ろの枚数、まあ、3バック4バックこの辺はちょっと影響があるかなという感じがしておりますけどもね。で、下の方に対戦成績ですね、通算のダービー成績でございますけど、これはリーグ戦ですね、リーグ戦およびルヴァンカップのまあ成績全部含めた成績になりますが、10勝9分け17敗、まあ、これサガン鳥栖から見てですけどね、まあ、実は鳥栖の方が負け越しているというのがこれは、ダービーの成績になりますね。でただまあサガン鳥栖ホームのゲームでは6勝4分け7敗ということでございまして、まあ、この辺の成績、まあ、通算成績はどうなるか本当分かりません。特にダービーなんてもんはですけどね、本当、気持ちの勝負、最後のところはそうなる可能性も、高いと思うんで、まあ、この通算成績は本当、まあ、参考程度という話でございますけどもね。はい、そしてこれが、両チーム前回のスターティングメンバーになってきますけど、一応こんな感じですね。で鳥栖が3バックでしたね。まあ、主に4バックでやっていた鳥栖でございますけれども、前回、まあ、あの札幌が相手ということもあったんでしょうか、3バックでやってきました。でこの中でいうと、まあ、途中でも言ったかもしれませんけれども、小泉選手は今回、出場停止ということでございますね。そして、対するアビスパですけれども、この形ですね、まあ、前回鳥栖とか同じ形で挑んでいたんですね。まあ、3-5-2の、形
形、アンカーに前選手を置いて、その一つ前に上後平塚を置いたこの、形でございますが、だからこの試合どう来るか、まあここをねがっぷり合わせてくるか、ただね両チームフォーメーションシステムというのが読めない状況に、ね、なっているんでね。で福岡はここで、まあ、グロリ選手が、ね、出場停止なんで、本当後ろの枚数どうするか、ね、グロリ選手がいるかいないかでもしかしたらこう後ろの枚数、監督も悩んでいるかもしれませんしね。で、この辺の選手がどういうの噛み合わせなのか、そこも注目して、見ていこうと思ってますけれどもね。はい、そしてこれが両チームのまあ数字的な話ですね。まあ、チャンス構築率ということで、まあ、サガン鳥栖はまあ1試合平均のチャンス構築率がまあリーグ14番目ということで、あまりこうチャンスを作ることができていないんですけど、アビスパも17位なんで、こうあんまりまあチャンスを作ることができていない。まあ、アビスパ福岡の場合はですけどもね、こうまあ自分たちでボール持ってやっていくチームではないんで、まあ、おのずとこのチャンス構築率というのは下がってしまうんで、まあ、しょうがないんですけど、例えばサガン鳥栖からしたらですけどもね、やっぱ自分たちで主体的にボール持って動かしていきたい、そんなチームであると思うんで、そこのチャンス構築率がなかなか上がってこないというのはちょっと今後の課題かなというのはやっぱりありますけどもね。ただしまあシュート決定率のところを見ていくと、サガン鳥栖が2位なんですね。これ、リーグで2番目にシュート成功率が高いというのがサガン鳥栖というチームになってくるんで、アビスパ福岡ももちろんこれサガン鳥栖にある程度ねボール持たせてやっていく展開にはなると思うんですけども、しかしまあこうボールを持たせる展開それもいいんですけども、あまりこう持たせすぎてしまうと、このシュート成功率2位というのがちょっとアビスパからしたらですけど、警戒ポイントになってくるんで、前向いて簡単な状態で、シュートまで行かせない、まあ、ボール持たせる展開になるんだけども、しっかり守備のところですけどもね、網を張ってそこからカウンターにつなげることができるかというのが一つ鍵になってくると思うんで、本当ねシュートをサガン鳥栖の選手打つと本当入る可能性が高いっていう、まあ、数字があるんで、そこはアビスパ福岡もやっぱりこうシュートまで、行かれる前になんとか潰してカウンターに持っていきたい、そんな展開になるんじゃないかと思ってますけどもね。で、守備ね、ディフェンスの指標でいうとやっぱ福岡いいんですよね。まあ、1試合平均の非シュート数が2、やっぱりこうね、さっきも言った通りアビスパ福岡、ね、対戦相手にボールを持たせるチームではあるんですけれども、でもシュート数は打たれてないんです ね。相手にボールポゼッションは譲るんだけど、シュートまでなかなか持っていかせないチームになってくるんで、ね、まあ、本当、ね、相手にボールを持たせるチーム、ね、アビスパ福岡みたいなチームがですけれどもね、シュートまでなかなか持っていかせないという、なかなかこれは、素晴らしい数字になってきます。本当この数字ね、非シュートのところはですけれどもね、本当ねもっと評価されるべき、まあ、この非チャンス構築率の2位のところもそうなんですけれどもね、大体これね、相手、まあ、自分たちが川崎とかマリノスのように、まあ、自分たちでボール持つチームというのは、やっぱりこう自分たちがね、ボール持ってる時間が長いんで、非シュートの数とかね、減る傾向にはあるんですけれども、ね、対戦相手にボール持たせるタイプの福岡がね、これ、シュートまで持っていかせない、そしてまあチャンスも作らせないというのは、本当素晴らしい数字になっていくんで、逆にまあサガン鳥栖からしたらですけどね、まあ、どんだけチャンスを作ることができるか、本当難しい試合にはなると思います。もう本当これ、アビスパも、サガン鳥栖もチームスタイルが、まあ、本当真逆までは言いませんけどね、チームスタイル的には対照的なものがあるんで、これのせめぎ合いというのは非常に面白いものがあるんじゃないかと思ってますけどもね。はい、両チーム得点パターン失点パターンって出していますけど、サガン鳥栖でございます、クロスからの得点がやっぱり多いですね。特にやっぱり右の、まあ、もう退団してしまったんですけどね、まあ、E の選手のクロスをきっかけに、まあ、得点が生まれたとか、ね、していたんで、このクロスからの得点というのは福岡もちょっと警戒ポイントにはなってきます。まあ、特に今回、ね、E の選手ってさっき言ったんですけど、現在長沼選手が結構試合に、ね、出た時はこうチャンスに絡むそういうシーンが多いんで、右サイドの長沼選手というのはこのクロスからの得点を演出する上では重要なキーマンになるんじゃないかと思ってますけどもね。で、対するアビスパでございますけど、得点パターンとしてやっぱショートパスからの得点が多いですね。まあ、カウンターで持ち運んでいくんで、最後つないで、まあ、カウンター一直線でまあ得点を決めるだけじゃなかなか難しいんで、しかしまあ最後のところはしっかり崩してまでは言いませんけどもね、最後のところしっかり、ショートパスをつないで得点するというシーンも今年、目立っているんで、この場合ショートパスサガンとその場合ですけどもね、まあ、アビスパ福岡のカウンター受けた後、まあ、全くこうカウンターを受けないという場展開はないと思うんで、カウンターを受けた後にまあ周りの選手をどうされるか、そこはやっぱり要警戒ポイントにまあなってくるんじゃないかと思いますけれどもね。で、失点パターンね、失点パターンで一応こんな数字が出ていますが、まあ、サガン鳥栖逆にクロスからも12失点していて、この12失点、まあクロスからまあチーム全体の 42% がね、総失点における 42% がクロスからの失点となっているんで、まあ、アビスパからしたらですけどね、これ、ファンマ選手、ルッキアン選手、山木選手という前線高い選手が
いる。そして、まあ、高さはないんだけどジョン・マリ選手みたいな、まあ、身体能力が、化け物みたいな選手もいるんでね、このクロスからの失点、まあ、福岡の選手がクロス上げてその後中の対応というのはちょっとサガンとその警戒ポイントにはなっていくと思いますし、アビスパからしたらこのクロスからの得点というのはこの試合まあ一つ、ね、得点を奪う、勝ち点差を取るという意味ではこのクロスからの得点を狙っていくべきじゃないかと思ってますけどもね、はい、でこれがスタッツになってきますが、これがサガン鳥栖のスタッツになってきますね。まあやっぱり注目すべきポイントとしてはですけれどもね、まあ、30m ライン進入回数がリーグで4番目に多い、やっぱ自分たちでボール持ち運ぶことができる、特にウィングバックですね、ウィングバックとかウィングハーフとか、まあ、最近フォーバックなんでサイドハーフになっているんですけれども、長沼選手とか岩崎選手、この辺が自分でボール運ぶことができるんで、こうボールをつないでこう 30m ライン進入回数、まあファイナルサードのところにボールをつないで入っていくというよりも個人の選手の、ドリブルのこう推進力とかで進入してくる、傾向が強いんでね、ここはやっぱり福岡からしたら警戒ポイントにはなってきますし、でサガン鳥栖からしたらこの 30m ライン超えた後、まあ、どういう風にやってくるか、まあ、さっきも言った通りアビスパ福岡はグロリ選手が出場停止でいないんで、やっぱクロスからの得点というのは、狙うべきポイント、鳥栖の方も実はなってくるんですね。ね、本当グロリ選手がいたらやっぱ跳ね返す力というのは、これ J リーグの中でも相当高いものが、あるグロリ選手なんですけれどもね、その跳ね返す力が強い、グロリ選手がいないんで、30m ラインこのファイナルサードのところ侵入した後のクロスというのは実はサガン鳥栖からしてもこの試合結構ポイントにはなってくる、まあ、そこはやっぱり狙うべきポイントになってくるんじゃないかと思ってますけどもね、はい。そして次、アビスパですね。アビスパの逆にこれ、1試合平均のスタッツになってきますけれども、こんな感じですね。まあ、ただ1試合平均の得点数は、まあ少ないっちゃ少ないんですけど、クロスの本数が2位なんですね。さっき紹介した通り、サガン鳥栖はクロスからの失点が多いチームになってきますが、そのクロス、アビスパ福岡はリーグで2番目に、1試合平均で入れることができているという数字が2位なんで、まあ、さっきやっぱこの試合に関しては何回も言ってますけど、やっぱクロスの、精度、クロスへの対応、この辺がやっぱり、鍵になってくるんじゃないか、まあ、数字が出ておりますし、ね、でやっぱもちろんこうサガン鳥栖も、福岡のゲームを90分間全試合見てきた中でいうと、やっぱ福岡の選手はクロスタータイプの、選手が多いんでね、そこクロスタータイプというかクロスタータイプが多いわけじゃ、まあ、なくて、こうクロスに合わせる選手が多いで、このやっぱクロスって言ったらこう山なりのクロスとかこう、クロスボールはハイボールとか、ね、そんなイメージが強いんですけど、こう折り返しのクロスですね、まあ、低めのグラウンダー気味のパス、低めの折り返しのパスに、対してそこから決めるシーンが実は福岡多いです。まあ、本当ウィングバックとかサイドハーフの選手にこう特別、ね、クロスが上手い選手って、まあ、七選手とかもちろんクロス上手いんですけれども、昨年のサロモンソン選手みたいな、高精度クロスをバン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 通す選手っていうのは確かに今少ないんですけど、ただこう折り返しのクロス、低いボールとかの、クロスですね、この折り返しのクロスに合わせるのが相当中の選手が上手いんでね、この、クロスの2というのは相当生きてくるんじゃないかっていう、話でございますけどもね。であとはドリブルですね、まあ、サイドハーフの選手、福岡も、ね、個人技で、打開できる選手が実は多くて、ね、やっぱこうこのドリブルアタタイプの選手が多いからこそですけどもね、カウンターから得点も狙うという話になっていくんで、このドリブルの数とかで、あとはまあタックルの本数が1試合平均リーグで6番目に多いんで、鳥栖からしたらこのタックルとか、まあ、プレスですね、アビスパ福岡のプレス、タックルをかわした後、まあ、どういう風に展開することができるか、福岡の選手を1枚剥がしたその後にまあチャンスというのはもちろんあると思うんで、なので、まあ、逆にサガン鳥栖が勝つにはですけどもね、さっき言った苦手のクロス対応ですね、苦手なクロス対応、ここをどう封じるかっていうのですね、まあ、やっぱこうクロスを上げさせない守備っていうのも、大事になってきます。まあ、楽な形で、クロスを上げさせない守備をするのも大事ですし、でこのタックル本数が6位なんでね、福岡ですけどもね、このタックル本数6位ではあるんでね、この相手のハイプレスをかわした後の対応というのはやっぱサガン鳥栖が勝つかどうか、そこのまあ境目になってきます。こうね、相手のプレスを剥がした後にこう孫ついてしまったりとか、ね、じゃあどうすんのみたいなこう、対応が遅れてしまう、判断が遅れてしまうと福岡のまたこれ網にかかってしまうんで、そこですね、やっぱりこう、タックルをかわした後のまあ展開とか、ね、クロスへの対応、この辺はサガン鳥栖は、このダービー勝つ上では大事なポイントになってくるんじゃないかという話でございますけどもね、はい、ということになりますね。以上パラプンテジェルサッカーチャンネルの筒でよかったチャンネル登録します。さら喜ぶよ。